はい、こんにちは、ミスター M 大です。今回はですね、屋上メダカ水槽ですね、に来てます。今回は、21ヶ月目ですかねになりますので、それの経過、報告動画を上げていきたいと思います。でだいぶですね、3月ももう終わりに、なってきて、だいぶ気温の方も、上がってきましたので、メダカたちもですね、だいぶ動きが良くなってきたような感じなので、またですね、一つ一つ、紹介していこうかなと思います。まずはですね、こちらから、これは 40のプラ骨、プラ骨40ですねの中で、ちょっと反射で見にくいかもしれないんですけども、みゆきメダカですね。感じで今餌をちょっと与えたんですけども、こんな感じでだいぶですね、やっぱ気温も上がってきたせいか、餌を食べてる、個体も多くいます。でこちらの方はですね、あまり、背中が光ってない、個体ですね。まあ、こうやってちょっと光ってる子もいるんですけども、感じで元気に泳いでおります。はい、次隣、こちらもですね、プラ船40、ですね。ちょっと水面で、水面の反射で見にくいと思うんですけども、こちらが、ラメですね。これ多分琥珀ラメかなんかじゃなかったですかね。あ、今のとこ、いるんですけどもね、あんまりラメが乗ってない子がいますね。この子は乗ってる子かな。ですね、この子ちょっと背中が光ってますね。他の子はまだそんなに背中が光ってないんで、もしかしたら、もうこのまま光らないのかもしれないですね。この子だけ、かなり綺麗に、まあ綺麗じゃないですけど、若干こうやって光ってる子もこんな感じですね。こちらが琥珀ラメの子ですね。で、まあ、琥珀ラメは3匹ですかね。今3匹しかいないんで、まあこれがオスなのかメスなのかですね、まだちょっと、個体の選別っていうか見てないんで、まあもうそろそろですね、結構大きくなってきたんで見ていこうかなと思います。はい、次隣、こちらも、プラ船40ですね。こちらは、オロチメダカですね。オロチメダカはですね、確か、10匹ほど多分いると思うんですね。でだいぶ大きい個体も、こうやっていますね。大きい個体もいますし、ある程度中ぐらいの個体も、います。まあ、こちらはですね、もうね、このぐらい、中ぐらいの個体ですね、まあ、ここら辺にこういるんですけども、もうこれからですね、今ちょっと食欲も結構みんな温度上がって出てきてるみたいなんで、どんどん、これから大きくなって、もしかするとですね、昼ぐらい気温がかなり上がってる時とかは、まあ、卵を産んでる個体とかもいるかもしれないですね。アクアテラリウムの、室内の水槽の方は、もうですね、ミユキメダカ入れてるんですけど、卵をですね、つけてる個体もいるんで、まあ、室内で飼ってると気温がある程度室内安定してるんで、まあ、卵をつけてるんで、まあ、そろそろですね、もう外のこの屋上メダカ水槽の方も卵をそろそろつけるんじゃないかなと思います。オロチメダカ真っ黒ですね。多分結構オロチメダカですね、いい個体なんじゃないかなと思います。はい、次隣行きます。はい、こちらがちょっとですね、大きめの、プラ船60の方ですね。で、もうこちらの方もだいぶもう泳いでますね。こうやって紐、当たってるような感じで、これが楊貴妃ですね。楊貴妃も普通の成魚が、
2、3匹と、まあ、中ぐらいの子が4、5匹いますね、まあ、こちらも多分10匹ぐらいですね、今のとこ、いいんじゃないかなと。まあこんぐらい数いればですね、また、夏ぐらいにはかなりの、量が増えてくるんじゃないかなと思います。こんな感じでちょっとですね、こんな感じですね。楊貴妃、楊貴妃がですね、僕はあの一番好きなんですよね。ああいう三色とかいろいろ、まあオロチとかいろいろいるんですけども、楊貴妃ってなんかこう綺麗ですよね。色がこのオレンジというか、ま、真っ赤じゃないんですよね。オレンジのなんか濃い感じの色ですね。でまた室内で飼ってるのと、こうやってあの野外で飼ってる、メダカの発色の違いっていうのが結構出てくるんで、まあ、こうやってあの外で飼ってる個体っていうのはかなり、色づきが、良くなりますよね。こんな感じで、はい、まあ、ここも、一番好きなんで、一番好きっていうか一番好きな種類ですね。なんで一応プラ船60の、一番、屋上の、この水槽の中では大きい、プラ船に入れて、いつもですね、結構増やしてます。でこの布袋草もですね、これプラ船60のこの容器の、どのぐらいですか、これ5分の1ぐらいを占めてるこの大きい布袋草、これももう枯れてるんですけどね。これも、こうやってほっとくと、もうちょっとですね、日が入って暑くなってくるとかなり綺麗な緑が、出てきます。で多分これ相当大きな布袋草になってるんですけど、2株ぐらいなんですかね、くっついて、なってるような状態で、この布袋草の、根には多分かなりの量のエビが、隠れると思います。はい、じゃあ次行きます。次はこちら小型の、小型の容器ですねの方には、まあ、いつも通り、これもみゆきですね。みゆきメダカの、背中が、光が結構強いやつですねを選別して、入れてた6匹ですね。この子たちはですね、昨シーズンもかなり、かなりの量の、卵を、踏んでくれた個体たちですね、綺麗ですよね、やっぱり。みゆきも別にあの、まあ、光ってない個体とかも、まあ、普通にこうやって上から見ない、上から見るとですね、こうやって背中光っててかなり綺麗なんですけども、あの水槽に入れるとですね、意外にその背中の光り具合っていうのはそんなにわからないですよね。で逆に背中が光ってなくても、まあいろいろ腹びれとかそういうところが光ってる個体っていうのがいるんで、意外に水槽に入れるとですね、そういう個体が結構綺麗だったりとかですね、します。だけどこうやってまあ、上から覗く分に関してはやっぱりこうやって背中が光ってる個体の方がやっぱりですね、上から覗く分には綺麗かなと思います。でこれもですね、今シーズンまた頑張ってですね、卵を、今からまたもう1ヶ月もすれば産み出すんじゃないかなと。だいぶですね、今昼、朝と夜はですね、まだちょっと寒いんですけども、もう昼ぐらいになるとですね、かなりの、いい感じの気温になってるんで、頑張ってほしいですね。はい、でもう一個こちらは、秋三色でしたかね、が入ってる容器で2匹なんですけども、今こちらちょっと反射で見にくいですよね。こちら今1匹だけ、ちょっと行ってみますか。隠れましたね。今こと、あ、ここか。ちょっと反射で見にくいですね。今1匹ですね。ちっちゃい個体。これ秋三色なんですけども、2匹いたんですけど、いつの間にかですね、ちょっと1匹に、なってましたね。ちょっと残念ですね。なんで、まあこれからですね、またちょっと、対応を考えていくのと、まあこちらの1匹ですね、頑張って、
あともうすぐするとかなり、もうちょっとずつ大きくなりやすくなる気候になるんで、秋三色ですね、頑張ってほしいなと。でどんな風にですね色が変化していくかまた、見ていきたいなと思います。はい、次こちら、こちらはですね、こちらが、これ三色錦ですね、三色錦、ちょっと見にくいですか、三色錦こんな感じで、三色錦もですね6匹ぐらいいますね。でこちらはちょっと痩せてるんですけども、なかなか、まあ今からですかね、餌、そうですよね、まあ、太い個体もこういるんですけども、まあ、今からですねいっぱいご飯、ご飯じゃないか餌食べてですね大きくなってほしいなと。こちらの三色錦もですね、昨シーズンはかなり、卵を産んで、いっぱいですね、千代たちを、いっぱいですね、なったんですけども、今は6匹になりましたね。だけどまた今シーズンまた結構ですね、また増えてくれるんじゃないかなと思います。そうですね、今日ちょっと今ですね、ちょうどフィルター買ってたんですけどね、こういう水面の、反射除去できるフィルター買ってたんですけど、ちょっと今日忘れてしまって、つけれない状態です。はい、じゃあ次がこちら、こちらもですね、こちらはですね、多分これも琥珀ラメの、琥珀色をしてない、子たちをこちらに入れてたんです。こちらも 3,4 匹、いたと思うんですけどもですね、まだちっちゃいですよね、まあ、ちっちゃいというか、まあ、中ぐらいかな、1センチ、2センチぐらいですね今。まあここら辺もまあ一緒にこのまま、まあ、卵を産んでもらったら意外に、どういうのが生まれてくるかですね、そういうのも楽しみですね。で今からでしょうね、この冬、寒い時期を、乗り越えれたんで、今からまた、どんどん、大きくなっていけるんじゃないかなと思います。はい、でこちらはですね、多分何も入ってないですね、エビだけ入ってる容器なんで、こちらもですね、今後ちょっと、今家 の、 あの室内の方で、温州三色ですかね、温州三色も、今、何匹やったかな、今6匹ぐらいだったかな、6匹ぐらい確かだいぶもう 2センチぐらいになってるんで、もうちょっとですねあったかくなったら、ちょっと室外外飼育ですねの方に変えようと思ってるんですけども、ちゃんとですね、温州三色も、ちゃんとこの間のブセのですね、ブセの森を作ろうという水槽ですね、あの中で、温州三色買ってるんですけども、あちらの方もだいぶ大きくなったんで、あちらもそろそろですね、もうちょっと気候が良くなってくると外飼育に変えようと思ってます。今シーズンですね、温州三色の方も、できれば卵をですねいっぱい産んでもらって、いっぱい増やしていきたいなと。で温州三色に関してはいい個体選別してですね、また、いい個体を作ることができるのを楽しみに、今大きくしてます。はい、あとですね、あとこちら、ですね、これスイレンですね、姫スイレンを、こんな感じで、前ここにどっちだったかな、まあ、水槽1個に入れてたんですけども、もう株分けっていうかちょっと切ってですね株分けしました。で一応1個2個3個4個もですね、4個もですね、分けることができました。で一応こんな感じで、ですね、午前中からまあ昼ぐらいかな、午前中から昼間にかぐらい、まあ 3,4 時間か、まあそんぐらい日が当たる場所ですね、ここら辺結構今から日がこんな感じで、当たってくるんで、そんな感じですね、日が当たる場所で
一応株分けした時よりだいぶこうやって、新芽も見えますかね、ちょっと見にくいですよね。こんな感じで、新芽も、出てきてますね、こんな感じで新芽もちゃんと、株分けして、出てきてるくれてる状態なんで、これもですね、こんな感じですね、新芽が、こうやって出てきてます。なんでこちらの方も、まあこうやってあの姫水蓮とかですね、水蓮系結構あの株分けできるんでどんどん増えていきますよね。なのでこうやってちょっと容器を変えた方がいいよっていうようなコメントもあったんで、まあ一応あれも結構大きな容器だったんですけどね、まあ一応ちょっと太めのちゃんとしたやり方っていうか、まあ、うん、ちゃんとしたやり方なのかどうかわからないですけど、とりあえず、分けてですね、まあ切ったのは適当に切ったんですけど、一応新芽が出てるんで、このまま大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、で今からですね、こういう睡蓮も、もしかしたら咲くかもしれないし、まあ咲かないかもしれないし、まあ頑張って睡蓮が咲かせれるようにですね、やっていきたいなと思います。はい、じゃあですね、ちょっとまた長くなってしまったんですけども、今回、屋上メダカ水槽、21ヶ月目ということで、まだですね全然、水槽っていうかこのプラ船自体、中の個体たちまだ全然賑やかになってないんですけども、まあ今冬を乗り越えてたんで、これからですね、また、浮き草とかホテイソウですね、また水蓮、あと卵、卵をですね採取したり、まあ稚魚を育てていったりと、今からメダカのシーズンがまたやってきますので、これからですね、また屋上メダカ水槽をどんどん、盛り上げて頑張っていきたいと思います。はい、ではどうも、ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。